台風26号で甚大な被害を受けた伊豆大島。大島町では家屋の被害調査の結果を示す罹災証明書を今月21日から発行することを決めました。罹災証明書は全壊や半壊など家屋の被害の程度を表すもので、保険の請求の時などに必要とされる書類です。大島町は先月末から家屋の被害調査を行い、屋根や壁、柱の壊れ具合、さらには床の浸水状況などを確認しました。今回対象となった家屋はおよそ1000棟。大島町のみならず都や区市町村の職員らも加わり、集中的に調査したことから、予定よりも早く証明書が発行できることになりました。罹災証明書の発行は21日からで、多くの人が取りに来ることが予想されるため、原則地区別に発行する予定です。また罹災証明発行に合わせて支援制度に関する特別相談窓口を開設します。担当部署がまたがる内容でもワンストップで相談することができます。証明書の発行及び特別相談は21日から27日まで大島町の開発総合センターで行われます。